最近鬼滅の刃全部読みまして、本誌に追いつきたいなって思って、沖縄でできた友達がジャンプ毎週買ってる人だったのね。ちょっと読ませてもらっていい？って全部読ませてもらって、どうせもうそれ捨てるから好きに持って帰っていいよって言ってくれたんで、ちょっとちぎらせてもらったんですけど、久しぶりに雑誌読んで思った。雑誌の紙質、雑誌のこのザラザラ印刷って本当に読みにくい。ベタが綺麗に出ない。こう真っ黒に塗りつぶされてるところがすごいザラザラするでしょ。でね、ピンクはまだいい。この緑と黄色がダメ。こういう戦う系、バトル系のだと何が起こってるか分かりにくい。単行本の白い紙と見やすさが全然違う。だからもう単行本じゃないとダメな体になったなって。久しぶりにジャンプ読んで思った。前に黒バスの青峰くんがさ、黒すぎて背景と同化しててわかんないってバズってたことあったじゃん。これ雑誌印刷だからこういうことが起こるんですよね。で、それよりもね、雑誌ってこういう煽り文が入ってるじゃん。これダサくてほんと嫌いなのよ。殺戮の夜が始まる。じゃねえよ。見てる方が恥ずかしくなるからほんときつい。共感性羞恥持ちには辛い。私も性格悪くて、わけもなく嫌ってるわけじゃなくて、作品の雰囲気ぶち壊しなのが嫌なの。なんでこの180話終わりだけじゃダメなの？ってずっと思ってる。HSP って2種類パッと出てきたら直感的に、こっちのデザインの方がいい。こっちの見せ方の方がいいってわかるんですよ。まあ美的センスって人それぞれで、私が思ったのが正解ってわけじゃないから、そもそも直感って何なんだろうって思ってるんだけど、それが働いて絶対ない方がかっこいいし、綺麗だよなって思うわけだよね。それがわかるから見た瞬間イラッとしちゃうんだよね。このこぼれる願いってありがちだよね。なんかこれが入るとちょっと女々しいっていうか、恋愛っぽいっていうか、だからこれなしで176話終わりで終わった方が綺麗なんだよな。何回も同じこと言うけど、前に BL の雑誌買って読んでた時も毎週こう思ってたんよ。やっぱこの最後の余計な一言で作品の雰囲気ぶち壊しなのよ。竹書房はこの煽りのセンスが壊滅的にない。大体竹書房の雑誌はどれもセンスないです。これすごいシリアスなお話なの。このエンドだけで終わってればすごく綺麗に終わるのに、このセンスのない煽り文のせいで余韻に浸らしてくんないの。これ4年くらい前に買ったやつで、あんまりよく覚えてないんだけど、私がこうやって写真に残してたってことは、よっぽど腹が立ったってことだろうね。だから最初のページのこれもいらないと思うんだよな。この1ページ目の。タイトル、話数、あと100万部達成とか、アニメ放送中とか、ちょっとした情報だけでいいと思う。って思うんだけど、こういう1ページ目が無言の場合はあった方がいいな。やっぱ寂しいから。こうモノローグとかがあって、誰かが喋ってる時はいらないと思う。だから雑誌印刷だと作家さんが細かいところまでこだわって書いたところが割と潰れちゃうなって思う。トーン張る系のキャラだと何が何だか分かんないもん。昔ってデジタルじゃなかったじゃないですか。割と簡潔だったよね、絵が。そういう時代の時は雑誌印刷でも割と気にならない。でも今って漫画に求められるクオリティ高いじゃないですか。1ページに求められるクオリティが。けど、そうやって複雑に書く人ほど印刷で潰れてしまうよなって思った。だからもう電子だね。電子だったらこういう紙質とかないじゃん。めちゃんこ見やすいじゃんな。電子にもこの余計な煽り文入ってんのかな。入ってますね。